人気シリーズ発売、最強ラノベを超えられるか。はい、どうもゆきともです。今回の動画は毎週更新している新刊ラノベの売上ランキングをチェックしていく動画です。どのラノベが今売れているのか、今週もがっつりチェックしちゃいましょう。この動画では電子書籍サイトブックウォーカーの文庫ジャンルと単行本ジャンル、それぞれのトップ10を紹介していきます。それと最後にツタヤの紙書籍ランキングもチェックしていきますので、ぜひ動画最後まで見ていってください。それでは本編の方行ってみましょう。最初は単行本ジャンルのランキングから見ていこうと思います。まずは第10位からですね。第10位、 TO ブックス、継続は魔力なり第10巻、無能魔法が便利魔法に進化を遂げました。こちらは魔力をコツコツ鍛錬し続けた主人公が桁外れの魔力を駆使して外れ魔法を便利魔法に進化させて始まるものづくりファンタジーの最新巻です。今回の巻が最終巻となっていて、主人公たちのラストバトルが描かれていくようです。まあシリーズファンは最終巻も必見ですね。続いて第9位、 GA 文庫、祈りの国のリリエール第2巻。テレビアニメ化もした魔女の旅々と同じ世界観を舞台にしたスピンオフ作品の最新巻。魔女の旅々の作者とイラストレーターのコンビが本作もそのまま担当しています。祈りが呪いに変わってしまう国を舞台にしたマジックファンタジーが楽しめるシリーズです。魔女の旅々の主人公であるイレイナも少し登場しますので、魔女の旅々ファンも要チェックです。続いて第8位、モーニングスターブックス、戦国時代に宇宙要塞でやってきました第6巻。なんかすごいタイトルのシリーズですね。自分は未読なんですけど、一気に興味を惹かれてしまいました。ストーリーとしては SF 系の VRMMO をプレイした主人公がゲーム内で作った宇宙要塞を持ったまま、なぜか戦国時代の日本に転移して織田信長と一緒に乱世を生きていくという感じになるようです。なんか凄まじい設定ですよね。戦国 SF ファンタジーといったところでしょうか。ちょっとね、読んでみてもいいかもしれません。続いて第7位、電撃の新聞芸、すすまみれの騎士第2巻。神道として将来を期待された主人公が誰もが授かるはずの魔力を授からずに家から追放されて始まる冒険ファンタジーです。まあ、どん底からスタートしますが、主人公はストイックに自分を鍛え続けて徐々に報われていくストーリーという感じです。硬派なファンタジーになっていますので、実直な主人公が好きな人におすすめなシリーズです。続いて第6位、 GA ノベル、貴族転生第7巻、恵まれた生まれから最強の力を得る。皇帝の子供に生まれ、さらに生まれつきはレベルマックス、そして従えた他人の能力を自分の能力にプラスできるというチートスキルまで手に入れた主人公。そんな主人公が圧倒的なパワーで無双しまくる俺つへの限界に挑んだシリーズです。作者は三木なずな先生ということなので、この振り切れっぷりはさすがですね。まあ、意外と主人公が生まれも育ちも恵まれているパターンっていうのは珍しいかもしれません。続いて第5位、 HJ ノベルス、VRMMO はウサギマフラーとともに第6巻。こちらは VRMMO 系のファンタジー作品ですね。最新の VRMMO ゲームデモンズワールドオンラインをプレイし始めた主人公がレアスキルを駆使してゲーム世界を謳歌していくストーリーとなっています。作者は異世界はスマートフォンとともにの冬原パトラ先生ですね。本作はまったりゲームを楽しんでいく感じなので、 VRMMO ファンタジーが好きな方は要チェックです。続いて第4位、アーススターノベル、俺は全てをパリする、逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい第5巻。相手の攻撃に自分の攻撃を合わせることで、その攻撃を無効化するパリーを極めた主人公がそれだけで周囲を圧倒していく冒険ファンタジーです。このシリーズはね、主人公の自己評価が低いせいで勘違いコメディ的な展開になるのも楽しめます。ファンタジーとして世界観もしっかりしているので、ハイファンタジー好きにもおすすめできる作品ですね。続いて第3位、サーガーフォレスト、転生幼女は諦めない第7巻。異世界の幼女に転生して始まる冒険ファンタジーの最新巻。主人公は親からネグレクトされたり、いきなり誘拐されてしまったりと、いろいろと人生ハードモードで始まるストーリーですが、まあ、その主人公の持ち前の明るさや前向きさで困難を乗り越えていくストーリーが楽しめます。最新巻も安定した順位でのスタートになっていますね。続いて第2位、 GA ノベル、俺にはこの暗がりが心地よかった第3巻。1000人の現代人が異世界に転移させられ、さらにその様子を地球にいる全人類に干渉されるというかなり尖った設定の異世界ファンタジーです。見せ物として異世界を生きていく中で主人公のサバイバルファンタジーが描かれていきます。まあリアリティショーと異世界ファンタジーを組み合わせるっていうのはオリジナリティあっていいですよね。気になった方は関数の少ない今のうちにチェックすることをお勧めします。そして単行本ジャンルの第1位はこちら。第1位、電撃の新聞芸、
神々のいない星で僕と先輩の超能力学園 00 上巻、境界線上のホライゾンシリーズを手掛ける川上実先生が描く新時代 SF ファンタジーの最新巻。このシリーズは終わりのクロニクルと境界線上のホライゾン、その2つの時代をつなぐ物語になっています。なので川上実先生ファン必見のシリーズですね。まあ、小説として特殊な形式の作品となっていて、キャラクターのセリフをメインに構成するチャットスタイルの文章になっています。まあ、キャラクターのセリフにアイコンなんかもついているので結構ね独特な作品なんですよね。川上実節満載のシリーズになっているので、なかなか新規はとっつきづらい感じですが、それでもしっかり売り上げ1位を取ってくるあたり、根強い人気が伺えます。ということで、今週の単行本ジャンル第1位は、電撃の新聞芸、神々のいない星でとなりました。続いては文庫本ジャンルのトップ10を見ていきましょう。まずは第10位からですね。第10位。GA 文庫。やたらと察しのいい俺は、毒舌クーデレ美少女の小さなデレも見逃さずにグイグイ行く第6巻。ちょっとポンコツ気味なクーデレヒロインと送る甘々ラブコメシリーズの最新巻。今回の第6巻でシリーズ完結ということで、しっかりハッピーエンドで物語が締まっています。学校卒業後のアフターストーリーまでありますので、ラブコメラノベとしては完璧なエンディングですね。まあ、ラブコメってこれくらいコンパクトな関数だと読みやすくていいかもしれませんね。続いて第9位。ガガー文庫。塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い 6.5 巻。ガガー文庫の人気ラブコメシリーズがここできました。コミュニケーションが下手すぎて他人に塩対応してしまうヒロインとの純愛ラブコメ作品です。今回はシリーズ初の短編集ということで、これまでの特典小説や新規書き下ろしの中編小説などは収録されています。こちらもシリーズファン必見の短編集ですね。続いて第8位。ファンタジア文庫。妹は浮気に含まれないよお兄ちゃん第2巻。今流行中の不純愛系のラブコメシリーズの最新巻。順位的には悪くない感じですね。義理の妹と同級生のヒロイン2人の間で揺れ動く背徳的な展開となっています。結構いたたまれない展開が多いので、まあいい意味で胃が痛くなる感覚を味わえるシリーズになっています。コスプレ要素を中心にしたオタク的な要素もある作品なので、まあオタクラブコメとしても今後要注目ですね。続いて第7位。ガガー文庫。東白伝魔王霊城から始める三国志第5巻。三国志好きの主人公が東卓の娘東白に転生して始まる三国志イフファンタジーの最新巻。三国志の有名キャラクター大集合となっていて、三国志ファンならがっつり楽しめるシリーズになっています。こちらのシリーズも今回の巻で一旦区切りとなるようで、物語としては完結してしまうようですね。ただね、続編の可能性もありそうな感じなので、シリーズファンは根強く応援すればワンチャンあるかもしれません。続いて第6位。ファンタジア文庫。後ろの席のギャルに好かれてしまった、もう俺はダメかもしれない。ファンタジア文庫の新シリーズがここできました。まあ、ラブコメで人気となっているギャル系ヒロインとの恋愛作品ですね。勉強だけが得意なぼっち系主人公がクラスの人気者ギャルと付き合っていくことになる甘々ラブコメ展開が楽しめます。物語序盤でさっさと恋人同士になるのが特徴ですかね。恋愛初心者な2人ががっつり甘々展開をしていくので、糖度はめっちゃ高いラブコメになっています。甘々ラブコメ好きは要チェックな新作です。続いて第5位。ファンタジア文庫。実は妹でした第3巻。最近できた義理の弟の距離感がやたら近いわけ。両親の再婚で義理の弟ができた主人公。ただそれは勘違いで、実はただボーイッシュなだけの女の子だったという勘違いから始まる家庭内ラブコメになっています。もともとは YouTube 漫画原案のシリーズとなっていて、イチャイチャ甘々ラブコメとしてしっかり楽しめるシリーズになっています。続いて第4位。ファンタジア文庫。コンビニ強盗から助けた地味店員が同じクラスのウブで可愛いギャルだった第2巻。ファンタジア文庫の新刊が続きます。このシリーズもギャルヒロインとのラブコメっぽい雰囲気ですが、中身はね、全然そんなことなくて、かなりね、ヒューマンドラマ的な要素が強い青春ストーリーになっています。まあ、想像を絶する激重な過去を持った主人公とヒロインが、様々な葛藤を超えていくストーリーとなっていますので、切なくて重たい恋愛ストーリーが好きな人は、ぜひチェックしてほしいですね。まあ、個人的な予想では、あまり長く続けるシリーズじゃなくて、コンパクトにまとまった作品になると思います。続いて第3位。ガガー文庫。変人のサラダボール第3巻。僕は友達が少ない、妹さえいればいいシリーズの平坂由美先生の最新シリーズが、しっかりトップ3にランクイン。探偵の主人公が、異世界から現れた謎の幼女と一緒に生活することになる日常ストーリーが楽しめます。超個性的なキャラクターがこれでもかと登場し、コミカルな日常が描かれていきますので、クスクス笑いながら読めるシリーズに仕上がっています。まあ実はラノベでは結構珍しい純粋なコメディ作品になっていますので、何か笑えるラノベが読みたいなーっていう人は、ぜひともチェックしてみてください。続いて第2位。
ビーズログ文庫、弱気マックス令嬢なのに辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった第4巻。少女向けラノベレーベルのビーズログ文庫の新刊がここで来ました。売上ランキング動画でも結構登場する作品ですね。乙女ゲームの悪役令嬢に転生した主人公がイケメンキャラと婚約破棄をしようとするんですが、逆に興味を持たれてしまって甘々展開に発展するという感じになっています。やはり少女ラノベの悪役令嬢設定は大鉄板ですね。最近だとお嬢様ブームも来ていますから、今後さらに人気になっていきそうです。そして今週の文庫ジャンル第1位はこちら。第1位、ファンタジア文庫、ろくでなし魔術講師とアカシックレコード21巻。ファンタジア文庫の代表作が堂々1位スタートです。ここら辺は安定してますね。ろくでなしな魔術講師の主人公とその生徒たちが巨大な敵へ挑んでいくバトルファンタジーシリーズもクライマックスに向けて爆走中です。激アツな展開の連続でシリーズファンの満足度は最高潮って感じでしょう。これまで登場したキャラたちが信念をかけて死力を尽くす展開は燃えるなって方が無理ですね。次の巻からラスボス戦に突入していきそうですので、ここからさらに盛り上がる展開になるのは間違いないです。今年中に完結となるかはちょっとわからなくなってきましたが、おそらくね、そう遠くない未来にシリーズ完結となりそうです。まあシリーズファンは最後までロックアカ追いかけていきましょう。ということで、ブックオーカーの文庫ジャンル第1位は、ファンタジア文庫、ろくでなし魔術講師とアカシックレコード21巻となりました。そして最後に、ツタヤの紙書籍ランキングも見ちゃいましょう。まずは10位から6位までですが、こちらは先週に引き続き、少女ラノベとか女性向けラブロマンス作品がめちゃめちゃランクインしています。正直ね、ここら辺に関しては特に語れることがないですかね。続いて5位から1位までですが、なんとね、魔法科高校の劣等生の外伝小説が2週連続1位となっています。本編ってわけじゃないのにこの強さはさすが魔法科ですね。まあ、電子書籍ランキングで1位だった6赤はこちらでは4位となっています。やはり電撃文庫の大人気ヒットシリーズはなかなか壁が厚いですね。というかね、ファンタジア文庫とかガガー文庫の新刊がなんかこうトップ10に入ってきていないのが気になります。まあツタヤランキングに関してはどうにかして女性向けラノベの壁を越えていきたいところですね。まあ集計日数の関係もありそうですので、来週どういう感じになるのか気になります。以上、今週の売上ランキング動画はここまで。来週の結果が気になるという方はこの機会にぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。新刊ラノベの紹介動画なんかもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。